将来の呪文だこれ。そしてみんなワープしていきます。この感覚、僕にはなぜか覚えがある。倉庫の入り口をくぐったはずのあなたたちでしたが、なぜか今地平線が続くだけの白い世界に放り出されました。目の前には苦しむ群衆の姿が無数に彫り込まれた青銅製、高さ 5.4 メートル、幅 3.9 メートルの巨大な門があり、門の上空左右には銀色の泡と金色の泡が浮いています。門以外には建物が一つと、ドアのようなものが青銅門を囲むように4箇所にあります。ワープに慣れたはずのあなたたちも言いようのない不安を覚えて、3チェックです。成功例、失敗 1D4。 というわけで、あなたたちは地平線が広がる白い異世界にやってきてしまったのだった。なんだって。まあ、目が覚めたら異世界とかそういうパターンじゃないな気がしたよ。ほんとだね、慣れっこだよ。持ち物関係、服装関係は先ほどと全く同じです。自分のボディチェック中。どうしました、キリコさん。なんでもないわ。自分の体の状態を確認しているだけよ。転移した後に自分の体がどうなっているのか確認するのは基礎中の基礎。所持品の確認と体の状態の確認、何が起こったか、何者にそうされたのか、状況把握するのが基本でしょう。そうでしたかね。今までもそうしてきたでしょ。今までキリコちゃんとこういう確認をしたことなかったと思う。ですよね。頑張ってお姉様を助けましょう。ああ、チハポンか。久しぶりに彼女の顔を見たいわ。久しぶりに。しばらく会ってないからね。僕も普段は会わないからね。そうだね。俺は今彼女のことを第一に考えてるよ。ところで田中さ、最近夜は何してんの？夜は寝てますよ。本当に？これ大事なことだからね。眠くて眠くて仕方ないんです。20時くらいにはもう寝ちゃう。そうか、ここでもそうか。はあ。で、門、扉がついている。大きな青銅の門を見るのであれば、目星とアイデアの組み合わせでロールしてください。成功した人はどこかで見たことのある門なんだけど、何か不足しているように思います。あと彫刻が立体的なので、手や足を引っ掛けて登れそうだなと思いました。私、登ってみます。神父様はスイスイと上まで登れました。門の両脇に浮いている銀色の泡も金色の泡もよく見えます。よくあんなのひょいひょい登れるな。田中さんは本当こういうの得意ね。門の高さは 5.4 メートルなので、落ちたら 1D6 ダメージです。3階建てくらいですね。ロープがあれば、当反、判定は2倍になります。頂上から見える景色ですが、ここ以外は何も建物がない感じです。青銅の門から四方のドアへ、は、歩いていくと20秒くらいの距離だとわかります。じゃあ、とりあえず金の泡に。ウェイト。ウェイト。触るな。あれに触るな。触りませんよ。いいか。あれに干渉するな。物を投げるな。一戦と効果をしまいます。どうしたんだい急に。クキさんがこう言うってことは確実に悪いことがあるわ。それは確実よ。やめた方がいいわ。キリコちゃんの物分かりがいい。今の感じ彼は何かを知ってるね。登れるということが分かっただけで今回は良しとします。降ります。それでどうするんだい。この門はとりあえず放っておいていい。帰り道なのかな。よく分かったね。そうなんだよ。クキ君に心理学していいですか。教授、今はクキさんに従った方がいいわ。それとあまり歌は歌わない方がいいわね。そうだね、あまり歌わない方がいいね。今回に限っては僕も同意見だよ。僕が歌を封印した方がいいというのはここに来る前からうすうす思っているよ。ねえクキさん、何か探索系のものはないの。キリコちゃんは何を言っているのかな。ごめんなさい、ここに何か怪しい気配がするとかないかしら。そういうのは今のところ、とりあえず
あの扉とかは、なるべく触らない方が良くて、聖堂門は今は、触らなくていいから。まずは、家の方を見に行った方が、いいんじゃないかな？そうだね。まだ、奴の気配はないからね。ゾス。取る。取る。ああ、取るね。あれはもう帰ったから大丈夫だと思うよ。はは。なんかすごいありがちな中二病みたいなことになってますね、二人とも。どうしたんですか？あれね、早くしないとね、帰ってくるんだよ。で、帰ってきたら、僕がひどい目に遭うんだ。そうだね。だから、早く、この家を調べよう。クキ君、早く入れよ。いえ、ここは私が行くわ。手斧を躊躇なく取り出して、装備します。家はシンプルな一階建ての、建物で、木々や茂みに囲まれています。窓はなくて、入り口は簡素な木製の、ドアですね。私たちで探索してますから、ドクターはまた1時間。もももも、やってればいいんじゃないですか。俺、MP が6時間につき4回復するけど、この空間でも回復する？この空間でも時間は同じように、流れています。現在、時計は18時です。電波は届いていないようですが。今のクキさんなら、そんなに時間もかからないんじゃないかしら。え？いえ、なんでもないわ。なんか、ああ、いいですいいです。別に説明はいりません。今は、あれは唱えないで、魔力を残しておこうかな。はあ、田中は考えるのをやめた。普通に探索するか。田中さんは一緒に頑張りましょう。何の問題もないわ。教授は気をつけて。まあ僕も早いとこ、この事件を解決しないといけないからね。そう。とにかくお姉様を助けるのが優先よ。急に燃えてきたね。なんか、みんなが、僕よりモチベーションが高くなっているぞ。私は最初から一緒のモチベーションです。仲間を救う。仲間を救う。聞こえのいい言葉だ。仲間を救う。はは。では木のドアを開けて中に入ると。家は丸テーブルが一つだけあって、そのテーブルを囲むように椅子が、4つ置いてありました。それ以外には北側にドアが、2つ。テーブルの上には2枚のメモが、置いてあります。先頭の私がメモを読みましょう。あの黒パーカーたちの基地というわけではなさそうですね。そうだね。彼らの家じゃないとすると、何の領域かって話になるんだけど、僕は、今、とても嫌な予感がしている。二つの扉の前に行きます。扉自体に模様とかは？二つとも無地です。全く同じ大きさと形で、見分けがつきません。みんなで家の中にいる状態が、危険な感じがするので、私は、一旦外を見回ってみるわ。わかりました。キリコちゃんは外に出る、ですね。躊躇なく右の扉を開けます。右のドアを開けると、中は家具も何もない真っ白な部屋でした。これは入らないと意味がない、あれだね。アタッチケースの中からもう一本の手斧を取り出して、ドアの前の床にガッと打ち込んで固定します。入ろうか。私が先頭で入ります。俺は、入らずにいろいろ考え込んでる。私は、外にいるので、後回しにしてもらいつつ、キーパーに向けてラブレターを書いてるわ。アイデアロール。発狂しないわ。了解です。右の部屋に入った教授と神父様は、この部屋に何も感じません。何もない白い部屋です。正しく木さんは、アイデア、ロールを。部屋の外にいて二人の様子を、見ていた木さんだけが異常を、感じ取れます。教授と神父様がものすごい速さで、部屋の中を動いています。速っ。すげえ。ちょっと。え？ちょっと、という声は、部屋の中にいる二人にはすごくゆっくりした速度で、聞こえました。素早く戻ります。どうしたの？なんか遊んでたみたいだったけど。あの部屋の中、時間の流れが違うと思う。は？じゃあ、田中ここにいて。教授、もう一回入って。もう一回入ります。はや。君、また何か遊んでいるのかね？私が入ってすぐに出てくるので見ててください。お？はい。で、ヒュン。早い。腕時計を見てみます。少しずれてます。その時間差から何倍速か割り出すことはできますか？いいですよ。知識、か、アイデア、の高い方で。大体24倍っぽいね。つまり、何台？あの部屋の中に入れば、24倍の速度で動けると。そうだね。なるほど。年を取る速度が24倍。これ、もしかしたらあれかな。左の部屋は遅くなる。この流れからすると、そうだろうね。左の部屋のドアをガチャッと開けます。多分、こっちの部屋は24分の1だよ。中は右の部屋と全く同じ構造でした。白い壁の部屋で、中には何もありません。
入ります。そして後ろを振り向きます。扉の前で反復横跳びしています。早い、見えない。予想通り時間の流れは24分の1です。戻ってきます。部屋の中は時間の進みが遅い。何かをやり過ごすために必要なんでしょうか。だったらこれはそのためだけの装置ということかね。ええ、この家自体は一つのギミック、道具であって。次は外にある4つの扉を調べようか。外に出ました。4つの扉はすべて鉄の扉です。裏から見ても同じです。どこでもドアみたいな。鍵はかかっていないようです。中で何かはしゃいでいたようだけど何があったの。24倍速くなったり24倍遅くなったりする部屋があったよ。時の流れが違う部屋があったんだ。なるほどね。あれ、理解したぞ。物分かりがいい。隠さないスタイルが楽しいわね。で、扉を開けるんだっけ。扉の向こうはヤバい可能性があるから心の準備を。危険な生物がいるということ。覚悟はしています。いつだって危険生物だけじゃない。そこでヤバいのは人間たちだと思う。君はまるで自分が人間じゃないみたいに言うね。人間だよ。でも最近ほらガルト教団が同行って。そうだね、彼らガルト教団だからね。スグルオの楽団で。なんで君知ってんの。さっき君スグルオ知らないって言ったよね。聞き間違いじゃないかな。行くなら早く行きましょう。開けます。ガチャ。あなたたちはまたワープの感覚を味わいました。違う場所にやってきたようです。その扉の向こうにあったのは